次は合唱版紅白歌合戦の時間です。司会を務めます、赤組代表佐藤せりかと白組代表の鎌田祐希です。よろしくお願いします。合唱版紅白歌合戦は赤組、白組に分かれて女性合唱、男性合唱で対決をします。そして最後に会場の皆様に判定をしていただきます。いや、今日のコンサート会場、ここ西和賀町の名物といったらビスケットの天ぷら、大好きなんですよね。美味しいですよね。雪深い西和賀町では昔、冬買い物に行けない時に気持ちがつくビスケットを揚げて天ぷらにして腹持ちがするようにしたのが始まりだそうです。あ、雪すごかったですよね。そうですね。あ、雪といえばディズニーで、そういえばあの雪のショーがヒットしましたね。はい。ではディズニー対決なんてどうですか。お、ディズニー対決いいですね。やりましょう。ではまず赤組から、映画アナと雪の女王よりレディゴー、ありのままでお送りします。主人公のエルサになりきって歌います。どうぞお聴きください。
大好きなんですよ。美空ひばりでしょ、藤山一郎でしょ、宮古晴美に北島三郎、そして山口百恵。 ありがとうございます。じゃあ夏目の対決なんてどうですか。大賛成です。では白組から、岩手が生んだ演歌歌手千正男の星影のワルツをお送りします。心にもご注目ください。どうぞ。Yeah.
会場の皆様に判定をしていただきます。白組が良かったと思う方は大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。楽しかったです。